皆さんこんにちは。今日はちょっと作成途中のものの紹介をしながら、作りながら、おしゃべりしながらっていう感じの動画を撮りたいと思います。刺し子のね、ティッシュケースですね。せっかくね、刺し子をやってるので、刺し子グッズを増やしたくて、気軽に使えるようなものから作りたいなってことで、ティッシュケースをね、これさ、試作品なんですけど、これ失敗作なんですけど、こんな感じ、こんな感じです。これ一般的な大きさ。なんかね、中身のね、ティッシュはセブンイレブンのなんか18個入りとかなんかそんないっぱい大量に入ったやつが入ってるんですけど、これ何が失敗かっていうと、ここのね、ここ縫うの忘れたんですよ、このミシンで。ここだからね、これペラペラなの。これです。この縫い代が縫えてないっていう、セブンイレブンのマークが入ってる。水に流せるポケットティッシュ、これを縫うのをね、忘れちゃったんですよね。これが失敗作っていうか、まあ試作品だからね、いいんですけど、中はね、なんかちょっとだけ余ってた生地を試しに使う。だってこれ、刺し子のグッズを作るってことは、刺し子をした後に仕立て作業あるから時間もかかりますよね、これ。でも可愛くないですか、これ。ちょっとティッシュ出してって言って、こうティッシュ出してきて、これ出てきたら結構可愛いですよね。刺し子してる人には分かってもらえるかな。マイナーだからね、刺し子。ちょっとすいません、ボロボロ。こんな感じで黒と、すごいボロボロですね、端っこが。赤と白とで、このチャコール地にピンク、かわいい。刺し途中なのがこれです。これ今チクチクしてるところ、これね、糸がね、これです。これはね、この糸なんです。グレーだるま刺し子糸のね、36番なんですけど、ちょっとこうライトなカラーとダークなカラーで刺しながら動画撮れたらいいかなと思ってやってみたいと思います。これもねSNS でアップしたやつ。これね、セリアの、何これ、ツールボックスか、ツールボックスちっちゃくしたやつね。かわいいですよね、これ。開けると小物類が入ってるんですけど、こんな感じ、可愛いですよね。これにグッズを入れて使っています。これに指抜き2種類あるんですけど、刺し子始めたばっかりの時はね、こっち使ってたんですよ針、短い針でこうやってここにね、こう当てて、こうやって使うやつ、チクチクチクってこう使うやつなんですけどね。これがね、すごいボロボロになってきちゃって、見えるかな、ボロボロになってきてしまったので、まあ使ってないんですけど、使えるは使えるんですけどね。なんかね、針が長い方が
私は刺しやすいかなと思って使ったものの、結局ね、今ね、刺し小針使ってなくって、今うちの高校生の息子が小学校、中学校まで使っていたお裁縫道具あるんですけど、まあ、男の子だからね、学校で使わなきゃもう使わないんですよね。もう綺麗なまんま、ほんと授業で数回しか使ってないまんま全然使わないんで、そこから針とピンクッションを抜き取ってこれ使ってるんです。これうちの息子が学校で使ってたやつで、針もねもう全然使ってないから、待ち針とかもそれ使ってたんですよ。全然刺し小針じゃないやつ、今これ使ってるのも刺し小針じゃないやつ。刺し小針もねあるんですけどね、錆びちゃって、これ錆びるんですね、やっぱ錆びるんだと思ってほら見えます、ここが黒くなってるの。これリネンなんですけど、多分これ初めてで、でいつもこうさらしでやってるから全然なんか感覚が違くて、いつもの運針のやり方だとすごいやりづらいんですよ。なのでいつも刺してる運針のやり方はもうこうやってチク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 ってこうやって縫ってるんですけど、それだとねなんかね、なんていうの、このクタッとした感じとかちょっとこう滑りが良すぎる感じが、こう糸の引きの強さがなんか分かんなくなっちゃって、このリネンの生地に関してはもうこういう運針じゃなく、なんかこう一針一針進めていく感じっていうか、握らないで、針握らないで、握らなきゃできないじゃんね。一つずつね刺して出してってこうやってやってるんですけど、すごいね、時間はかかるんだけど綺麗には刺せる気がする、します。なんかこっちの方が綺麗にね刺せる気がします。すごくなんかさ、この針をね持って、この針を線に見立てて、こうまっすぐをこうまっすぐを測りながら刺すっていうの、微妙に伝わらないね。こうやってこう、あ、ここがなんかこう標準を定めるみたいな感じで刺してるんですけど、このリネンの生地に関してはちょっといつものじゃねうまく刺せませんでした。みんなどうしてるんだろうね、みんなどうしてるんだろうっていうのすごい出てきませんか。私すごい出てくるんですけど、え、これみんなここなんかふとねこうやってる間に、え、みんなここどうしてるんだろう、これこれでいいのかなみたいななんかねそういうのがあるから、別にこう私動画で私の参考にしてください的な感じじゃなくて、なんかそのみんなどうしてるんだろうっていうのを覗いてもらおうみたいな、あ、この人こういう風にやってるんだみたいな感じでね見てもらいたいなと思って、だって私もねなんか見たいもん。まあなんかそう SNS とかでね、なんか刺し子つながりですっごいこう仲良くなれた人とかがこれから先に出てきたらね、え、これどうやってるの、え、ここ、こういう風に私してるんだけどこれでなんか合ってるのかなとか確認すればできるんでしょうけど、私ねもうそういうなんか仲良しのなんかこうね SNS のつながり持てる人っていうのが今まだいないので、まあそういう人いればねいいんでしょうけど、まあだからね刺し子を例えばほら始めたばっかりとか
これからやろうかなみたいな人とかも、とっかかりでこういうのどうやってんだろうみたいなのをこう覗き見する感じで見てもらえればいいんじゃないかなって思いながら動画を撮ってます。ここが幼稚園に入園し、幼稚園バザーとかですごいハンドメイドがなんかもうザ・ハンドメイドママみたいなお母さんって必ずいるでしょ、幼稚園に。でバザーで大活躍みたいなお母さんやっぱいるんだよね。なんかみなりもそういうこうナチュラルテイストのなんか感じとかがなんかすごい流行った時期だったんですよね。なんかこうそのくらいかな、なんかお部屋のインテリアとかも学校なんか小学校とかで使っている机と椅子こうアンティークっぽい感じでこう置いたりとか、あとほらあれアジサイのドライフラワーだよ。もう必須アイテムだよね必須アイテムなのかな、必須アイテムのイメージね。アジサイのドライフラワーとかもとにかく使う布はリネンでみたいな、なんかこうちょっとボロボロにした感じが味があってこうアンティーク感が出ていいみたいな感じの、なんか読まないけどなんか英字のなんか本とか飾ってみたみたいな、そういうのがねすごい流行ったんですよね。で当時なんかそういうママさんたちと一緒にお家ショップ、自宅ショップ、お家ショップ、ハッシュタグお家ショップみたいな、なんかそういうのも貼りましたよね。そういうのもやってました。大してね、上手にできるわけじゃないんだけど、上手な人がいるんですよ、これがまた本当にすごいの。もうどうやったらこんな、ね、上手に素敵にできるのなんて言いながら、こう頼みながら子供たちもガンガン遊ばせながら、でなぜか必ずハロウィンパーティーはやる的な、そういうね。で地元のフリマとかにみんなで出品したりとかね、楽しかったですね。楽しいよねそういうの。でもね子供たちがこうどんどん大きくなっていって、なんかほらみんなそれぞれ生活リズムがね変わってきたりとか、あとはこう子供のなんか習い事だったりとか、うちも上の子がもうガンガンスポーツやってたのでなんかそれのね毎日送り迎えだとか当番だとかね、もうそんな下の子は下の子でねダンスやってるんですけど、ダンスの送り迎えだ、塾だ、習字だ、なんだかんだとかってねやってると、なかなかそのママ同士の交流も薄れてきちゃって、でもね一番は東日本大震災、宮城県仙台市在住なんですけど、ちょうどねそういえば東日本大震災のあの地震があった数日前になんか予兆地震みたいなのあったんですね。でその時にそのおうちショップのなんていうの打ち合わせ的なのやってたんですよ。子供たち幼稚園お迎えに行った幼稚園、そうだね、その時はね下の子幼稚園で上の子が小学校1年生だったんだ。そうそうそう。で下の子たちを幼稚園にお迎えに行って、でその後遊ばせながらお茶しながらじゃあ打ち合わせしようみたいな感じで、で集まってったらすんごい気持ち悪いなんかこうってなってくる、みたいな感じでね、その時何だったっけ、震度4とかかな、ちょっとね長かったんですよねその揺れが。で寒かったから
3月だよね、あれ3月だったし、とにかく急いでストーブ消そう、なんか外に出るとか、バタ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 、みんなでもう、怖ーと思いながら。で、その数日後ですよ、あの地震になったのが。いや、怖かったですよね、あの予兆もね、すごい怖かったの。で、その東日本大震災後は、そりゃもうハンドメイドどころじゃなく、であとね、やっぱり引っ越しする人が多かった。ちょっとね、寂しかった。やっぱなんとなくあれをきっかけに自然消滅みたいにはなっちゃったんだよね。寂しいなって今思い出しても思います。なんか SNS、 今もみんな SNS やってる人多い時代じゃないですか。アカウント実は隠れてアカウント持ってるみたいな。どこで繋がれたらいいよね。なんか、なんかこの人の日常を聞いてると、もしかして誰々ちゃんみたいな。わかんないか。なんか、どうですかね、皆さん、リアルな友達っていうか、周りのなんかママ友みたいな人たちとか、周りの人に自分の SNS のアカウントってなんか教えたりとかしてます？なんか私、一人ぐらいだな。秘密にしてる。こんな YouTube なんか絶対言わないしバレたらどうしようなんつってね。バレるかな、見ないよね。だって刺し子やってる人少ないもん。意外にいたりしてね。どうでしょうか。私はね、ちょっと恥ずかしくて言ってない。記録用に別にアカウント、インスタは1個あるんですけど、そっちはね、娘の、あ、でも分かんない、息子の SNS やってるか分かんないけど、娘の SNS のパトロールのために作ったアカウントっていうのがあって、まあ、それも一応投稿してますけど、すんごいゆるゆるでね。それとかは、まあ、娘ももちろん見てるし、どうだろうね、なんか実際私やってるとかフォローし合うみたいな感じでは言ってないけど、なんかどうだろう、なんかちょっと娘経由で、あーなんつって見たりしてる人もいるかもしれない、わかんないけど。でもまあやってないですね。恥ずかしいもんだって。なんか恥ずかしくないですか。もちろん顔知ってるし、なんかその話になっても気まずいみたいな。そんなことないか、気まずいって思ってるの私だけかな。だってそういうの話に出すと、もしやってるんだったらフォローするよ、なんかフォローしてよみたいになると思って、エスタバレんじゃんと思って、そういう話もあえて出さないし、なんかね、でもなんかその唯一一人だけお互いアカウント知ってて、あ、でもね、その人に差し込むアカウント教えてないけど、そのね、パトロール用に作ったっていうアカウントをお互いフォローし合ってて、でなんか学校行事とかあるときに普通にどうする、なんかストーリーズにアップする動画撮るとか言って、それこそ卒業式とかね、で写真これ載せていいやつ撮るとか言って、そういうのはねやってるのを周りでなんかたまたまこう近くにいた人の耳に入ってたら、あ、そうなんだ、こいつらインスタやってんだみたいな感じでは思われてるかもしれないけど、いや内緒にしちゃってるよね。なんか大っぴらにするのは多分今後もないな。言わないと思う。なんか実はね、やってるんだとかっていう話になっても言わないかも、私。言えって感じですよね。だって。
彼氏さんもあげてないしさ、言えない言えない、恥ずかしくて。これ喋りながらやってるとはかどんないですね。やっぱ黙々やんないとね、この刺し子って。もう集中して黙々となんかやってる。これそうやってさ黙々とやれるのがいいよね、この刺し子。なんかうち子供たちやっぱり思春期だから難しい時がこうたまにあるんですよ。ああそこで怒るんだ、切れるんだみたいなのとか今日なんか学校でなんかあったのかなみたいなのとかね。まあね、大きくなったからね、手はかかんなくはなったけど、お金と気は使いますよね、やっぱ。で、小さい時は小さい時なりのね、やっぱり大変さもあるんだけど、大きくなったら大きくなりのやっぱ大変さがあって、なんか一番なんか厄介だなって私がこう日頃思うのは、なんか小さいうちって何かで誘導できたじゃないですか。なんとなく味方いるかなとかダメだねこれ、ダメだね。普通にガンガンやってた私はね。よし、じゃあこうこれやったらママとじゃあこっちにこれしようとか、なんかそういう、なんていうの、いろいろこう誘導がね、できたし、結構なんかもう、あ、よしよしって感じでこう、ごまかせた部分、ごまかせたって言葉悪いけど、なんかこう、ママのその、優しいハムで、泣いてもなんとかなったり、とかね、なんとかならない時もまあまああるでしょうけど、なんか大半がそういう風にねこうできたものが、大きくなったらさそうはいかないじゃないですか。もう本当にいっちょ前に人間関係ですよ、親子であっても。やっぱりそこはだってもう本当にもう次男は芽生えたところの騒ぎじゃないわけで本当に一人のこういっちょ前な人間としてというか、もう半分大人としてなんかやっぱり扱っていくってなると、本当にこの家庭の中の小さな一つの世界であっても、本当そこも親子であっても人間関係だよなと思って、こう相手の気持ちをね察するとか、なんかきっとこうなんじゃないかなとか、こう変にねこういろいろ言っちゃうと喧嘩になったりしません？なんか なんていうの、親がね良かれと思って言ったことが子供にとってはもう本当頭にくるみたいなのとか、余計なお世話だとか、なんか地雷を踏むわけですよ。なんかこうここに地雷があったかみたいな感じでね。でもそれって本人にしかわからないこう気持ちの葛藤があるから理解しようとはね思って努力はしても、なんかふとね何気ない一言が傷つけたりとか怒らせたりとかすることもたくさんあって、なんかよくお母さんどんと構えて見守りましょうみたいな、なんかそういうの言う人いるじゃないですか。でも本当それですよね。もう見守るしかない。なんか見守るのも難しいですよね。見守るってこっちも葛藤しながら黙って時が過ぎるのを待つ日もあれば、いやーこれすぐに結論出ないだろうなーっていうのを、ほんと1年越し2年越しで、ああの時のあれがあったからこそ今があるなーっていうね、その間見守るわけですよ。見守り隊長、叱咤激励が必要だなと思ってって言って失敗するね言わなきゃよかったわって言って、余計なこと言ってこんなこじらせたみたいなのとか、あなんかそんな喋ってる間に失敗したこれ。
しちゃいました。おしゃべりに夢中になっちゃって。でこう引っ張って出します。こんな話ずっとしながら刺し子やって、なんか見てる人楽しいかな、どうです？なんか楽しくないよね。でもさ、ラジオみたいな感じで自分のこう刺し子タイムの時になんか聞き流してくれてもいいかなとは思いますよね。なんか私みたいに周りに刺し子してる人がいなくてとか、自分はいいなと思ってやってるけど、ちょっとはい私刺し子してるってなんか言えないから家で実はやってますみたいな人とか、私も一緒なのでこれ聞いてください。話を全然なんてこともないたわいもない話だけどって言ってる間にもうね41分、今51秒、52秒、3秒、4秒で結構なっちゃったので今日はこの辺にしたいと思います。なんか全然進んでないね。なんでついたんだろう。やっぱ喋りながらじゃなんか進まないね。でもなんか特にネタがない時とかそういう時はこうやってなんかお話ししながら差し子するのもいいかな。こんな話聞きたいみたいな聞きたいって思わないかな、どうだろう。もしそういう優しい人がいたらリクエストどうぞどうぞだって何様ね。今日はねこんな感じでちょっと動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。